脳腹の構造、こう、これが正解。やっほー。先ほどお家に帰ってきたんですけど、ちょっと次の予定まで時間があったので、時間があったというか次の予定、まあご飯食べに行くだけなんですけどそうなんですけど、その相手の時間が分かんなくて、まだちょっと一旦待ちになるから配信しようと思って。そう、お友達と今日久しぶりにご飯に行くんですよ、部活のお友達と。家に、そうだから相手の時間が分かんないから、ちょっと何時だろうっていう、8時ぐらいからかなっていう感じだったから一回帰ってきたけど、まあ連絡来たらちょこちょこ返そうかなって感じ。そうで、私は撮影が終わって帰ってまいりました。ハーフアップ、マジ昨日の夜中さ、なぜかふと尾崎シャイニング泣いた夜見たくなって、あの私映像倉庫持ってるから映像倉庫で見て、ボロボロ泣いて、お風呂使って、お風呂浸かりながら見てボロボロ泣いてた。すいません、お知らせがあります。え、何怖、何コンサート来れなくなった的なやつ。月別、あ、月別じゃないです。映画館で見てね、あ、私は映画館で見たことないんだけど、めっちゃボロボロ泣いて。公演の出演回数を数え間違えてました。3月26日の公演が3、うせやろねえ、え、あ、びっくりした。3月26、あ、まだ過ぎてないか、びっくりした。あ、ここ点か、オッケー、え、全然いいじゃん、びっくりした。いや、もう終わってたかと思った、焦った。でもとりあえずあれだね、ここ点っぽいね。オッケーオッケー、パジャドラではなさそうだね。まあでもいいじゃん、早く。あ、そうか、申し込みが終わっちゃったのか。リナのファンの人じゃん全然いない可能性あり、平日だし。ガーンプンプン。26、もともと来る予定だったファンの人いる？なんか20は何人か聞いてたんだけど、平日だから20あるかな。26来る？あ、よかった、ずっと間違えてたえ、そう、私さ、じゃあ待って待って、めっちゃ言い訳に聞こえるかもしんないけどさ、私さ、いつだっけ、ちょっと前にさ、え、今月中に300いきそうだよねみたいに言ってたのが、なんかで数えてて、なんかの数字から数えてて、で数えた結果もうちょっとで行くじゃんってなってたのよ。でもみんな違うっていうから、だからあれ、私の数えも違うかなって思ってたんだけど、やっぱそうだったのか終わってたらもう切腹だよ、切腹。あー、でもそうね、ワンチャンその急遽のやつとかでね、急遽なかったら、だって4月最初のやつだったはずじゃん多分、26ってことは。そっから公演がないから、私だから、まあ昨日の夜公演もあったら仕方ないんじゃない、それは。まあでもだからいいんじゃない、仕方ない仕方ない。ってことで、来れる人は2時でも何でも来てください。予定をこじ開けてきてください。300回なんで。うん、まあでも26はもうメンバーも出る人決まってるし、みんなには言えないけど、ユニット何するかも決まってるから、まあ、そこはちょっとわがまま言えなそうだなって感じだね。そこは仕方ないか。26は300回になりそうな、いや、もう300回らしい、そこは。
キナハマいた。そうでしょ、突然リナが出てきて。そう、26が300回になるらしいです。挑戦してる奇跡。お、すごい。何人かでもね、来てくれるって言ってた人いたから、ありがたき。もうその人たちに声援は任せてください。もう来れない人は。へんてこちゃん、ハートキャンディー、ありがとうございます。昨日の夜公演、ありなちゃんのファン少なかった。全然少なかった。でもコール結構聞こえたかも。まあ、さすがにこの人にはよりはちっちゃいなっていうのはもちろんありましたけど。300回オープン、はい、早い。まだコスプレゆりちゃんと着れるように着。あ、本当？エロいのじゃないよね。4月7日ツアー夜公演。あ、お昼は意外とね、まだ300なんですよね。逆に私の場合はなんていうの、なんて追い上げたかな。公演最初がノーパラがあんま出れなかった人だから、公演回数はめっちゃ追い上げた方かも。同期を頑張って。可能巻き返せたんじゃないかなとは正直思ってる。でも1000回はなかなかだと思う。だって今は昔みたいに3回公演とかないから。うん、去年だけで100回超え。マジめっちゃ出たじゃん。そう考えたら頑張ったね。てかなんか今日顔の凹凸なさすぎん。私顔ツンツルてんじゃない。なんでなんか変なあれ入ってんのかな。ちょっと待って、エフェクトが強いのかな。でも滑らかさ別に入れてないしな。そんな、あ、いや滑らかさめっちゃ入れてるのかな。このぐらいにしとくか。今日はメイクしてるし。くっきりしてみる。くっきりあんま分からんな。あ、めっちゃ分かる。見て、やばい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 、画質がキモい。くっきりやばい。このぐらいにしとくか。オッケー、これにしよう。ここのあれが目立つね、涙袋の線が。今年500いかないでしょ。去年で100回いっただけで。昨日なんで帰ってきて、朝起きた知らないお金5万が増えてんだけど、なぜ。ごめん、怖ー。じゃあもうタワー投げていいよ、5本分。怖いよね。さぞ豪華な友達と食事で豪華なディナーって、なんで。私そんな金持ちキャラじゃなくね。一栄さん、ハートキャンディーありがとうございます。髪切れありがとう。やめなって。おいしかった。みんなすぐ情報知ってんね。おいしかったけど怖いんだけど、もう知りすぎてて。めちゃ分からないの。お金あるとは言えないけど、めちゃくちゃないとも言えないかな。
まだかな、もうまだラメ車行かないです。もうちょい行かないかな。そうで、その昨日見たさ尾崎シャイニーが泣いた夜でさ、もうそこでリナンボロボロ泣いちゃった。基本的に全部泣いてたんですけど、あの今夢中のこうなんか卒業を言わずに生誕祭で卒業発表するっていう、でそれ見に来てたメンバーが聞いてもボロボロ泣くっていう、もうそこがもうすごかった。私もボロボロ泣いてた勝手に。あれはすごかったな。あ、本当に投げてくれた。ティーチアイさん、ありがとう。イエーイ。すごいやつ、ありがとう。すごい、今日は表示されたわ。半分、そうね、ありがとう。そう、今日は表示されて、何表示されたわ今日は表示されたわですね。唯一生誕祭で卒業発表、そうだね。みんなはどうなの、やっぱ生誕祭で卒業発表ってめちゃくちゃ嫌なの？さすがに嫌か。 お祝いの気持ちできてるもんね。でも多分メンバー側としては自分のファンの人にがいっぱい来てくれてる時に言いたいっていうのはあるのかなって私は思ったけど、てか私もまあ正直私のファンの人がいっぱいいる時に言いたいっていうのはある。だってさ、自分のファンの人に一番に伝えたいじゃん。そうだから私は確かに生誕祭で卒業発表っていうのはあれかなって思った。あ、もう一人いるの、生誕祭卒業発表、マシルさん。でも私はそっちの方が、私はファンの人に聞いてもらえるかなとか思うけど、でもやっぱファンの人の気持ちを考えたら嫌なんだろうなと思う。だから多分お互いさ、いや気持ちはわかるけどって感じなんだろうね、多分本当お互い。サニーさんも生誕祭、あ、そっか、そうだったね。どうなんだろうね。その動画見ながら、あの映画見ながらめっちゃ思った。え、でもさ、逆にさ、自分が全くさ知らなくてさ、その仕事とか普通にやってた、さあ終わった疲れたと思って家帰ってきてさ、パッて SNS 見たらさ、推しメンが卒業みたいな。でなったのもなったので嫌じゃない？全然知らなかった、えみたいな。自分が行った公演とかじゃなくて、本当に自分は別にそんな予感もしてなくてみたいな。パッて携帯見た時に、え、卒業みたいな。他の人の生誕祭で卒業アップした人、なんかそれ聞いたことあるな。それは私は絶対したくないよね。結局だから自分が言ってない時がさ一番嫌じゃん。え、それか生誕祭、どっちが嫌なんだろう。でもなんか私この仕事をしてるからかっていうか、こっち側の人間だからこそ、なんかそれなら生誕祭の方がいいなって思う。だって私がもし例えばなるちゃんの生誕祭に行って、多分スピーチを聞いてたら、多分私
なんとなく話してる感じとかでもしかしたらするんじゃないかなとか多分思っちゃうと思うもん。私だったらね、私だったら多分その手紙、多分手紙の時じゃん多分だけど、最後じゃなくて、だから手紙の多分内容を読んでる時になんとなく察しちゃうかも。あ、この言い方、この言い回し、ワンチャンこれもしかしたら来るかもしれないなって。多分でもそれってファンの人は多分分かんないと思うんだよね。今までのそのメンバーの手紙の書き方とか言い回しとかなんとなく、なんとなく分かる時ってあるんだよね考えてんだろうなとかいうのも、考えてんだろうなっていうのも分かるし、っていうのなんとなく分かっちゃうからこそ、多分自分だったら自分がいる生誕祭がいいなとか思っちゃうけど、でもそれ分かファンの人は、ファンの人絶対分かんないから、そういうのってファンの人だからこそ分かんないから、生誕祭は良くないなって思う。バイトやって推しの卒業発表って4日後に卒業後になるときは、いやそれはええでしょ。まあでもそうね、確かにメールとかでね、この日の公演は絶対来てくださいっていうのがあれかもね。おしゃべり会でオタク数人には話したらしいわね。でも私ファンの人に話したら、ファンの人なんか泣きそうじゃない？私のファンの人泣いてなんか察されそうだから絶対言わないわ。だしさ、それ多分さあれじゃない、そのやっぱ長くいる先輩とかはさ、特にこうなんだろうとか、こう外のお仕事をたくさんやってて、あ、なんとなくこっちのお仕事をやりたいって思ってんじゃないかなとか、ファンの人がさこうなんだろう、感づいちゃった時って分かりやすいとは思うけど、私って多分今さ分かりづらいじゃん、どっちかというとさ。まあ言っちゃえばこう選抜にボーダーにいるかいないかぐらいで、次がチャンス、年齢的にも次がチャンスなんじゃないかなとかでさ、ってなってくるとさ、ギリギリすぎてどっちか分かんなくないしそうだけど、なんかしなそうでもあるみたいな。だからファンの人ってそのなんとなくこう、あ、もしかしたらこっちの仕事の方が楽しいのかなっていう察しができたらさ、なんていうの、その握手会とかで言われてもさ、なんか、あ、そうだよねみたいな、なんとなく分かってたよとかなるけどさ、私とかがさ突然その握手会とかさ、いやー私卒業しようと思ってんだよねとか言ったら絶対ファンの人さなるじゃんだから絶対言えないよねって思う。ひょっとして考えて、いや正直言うと考えてないことなんてないですよ。なんならずっと考えてます、ずーっと。まあでもただ頑張りたいなっていう気持ちが毎回勝つから今いるって感じです。私はショールームは私は嫌だよ。今日はエイプリルフールでしたっけって聞き返す。いやダメ、まあでもアイドルってそういうもんだと思うよ。やっぱりこう自分がうまくいかないことがあったら、やっぱこうなんていうの、ってどうしたらいいんだろうな、卒業するべきなのかなって考えながらも、でもそこでやっぱりそうだなって、でもやっぱり私はもっと頑張りたいなって思うと思って、みんな頑張ってる今はって感じじゃない。でも大体そうじゃない。でそこでやっぱりでも、いや次の道に進むのありなんじゃないかなって思ったらやっぱ卒業するわけだから、全く考えてない人なんていないんじゃないかなって私は思う。あんま正直そういう人の私させない人だから、そうだったのってなることが多いんですけど言われたりとか発表してってなることが私は多いから意外と人のことさせないんですよ。そうだからあれじゃない、やっぱ誰しも考えることはもちろんあるんじゃない、ただ頑張りたいって思うからやめないっていうか卒業はしないだけで。
目がメンバーになって3年目以降に見ると見方が変わる。うん、というかなんかエンタメ性があるなって。いや、わかんない、この言葉が合ってるのかわかんないけど、なんかうん、まあ、正直メンバーのメンタル負担ってすごいと思うんだよね。ファンの人の前で選抜発表するとか、その選抜発表の画面をファンの人が見れる状況にするとか、テレビであれなんであれ、でメンバー負担はひどい、すごいけど、でもやっぱエンタメ性はそういうのってあるよなって思った。めっちゃメール絶対来て、でも私絶対来てって結構言うもんな。絶対来てっていうか、なんていうの、ユニット制覇の時とかもそうだし、ちょっとごめん、鼻かゆいから書くね。えいかさん、ハートスティック、ありがとう、ハートキャンディーありがとうございます。海外移籍も勘弁して。海外移籍でも私その話を今日 X で流れてきてみた時に、私だったらどうするかなってめっちゃ考えた。私だったらでも行くのかもしれないなと思った。なんか、まあ、今6年目でこの自分の今の立ち位置立場とかなった時に、うーんみたいな、やっぱり新しいことをした方がいいのかなっていうのはあるから、っていうのめっちゃ私もちょっと思ってみた、考えてみた、自分だったらどうするんだろうみたいな。でも話が来るぐらいなら、話が来るってことは言ってほしいって思ってるんじゃないか。私ネガティブなんで、話が来るってことはじゃあ私はここじゃなくてそっちに行った方がいいって思われてるんだろうなって思って行くかもしれない。それもあると思う多分。だって絶対必要というか、まあもちろん必要じゃない人はいないとはいえさ、私任せられるメンバーとかももちろんいると思うけどさ、でも私がネガティブだからかな、拒否性なんか、いやどうなんだろうね。まあ総選挙はちょっとね、出世だったし、まあそうね、不安じゃない、いや不安ですけど、それはもちろん自分が行くって決めたとしてもね、でもうんっていう、でも言葉を覚えられなそうで私は不安だなそこが不安かも。まあでも別にさっきからコメントで卒業しないでねって言いますけど、考えないことはないけど頑張りますよ。だし私は逆に考えてるメンバーほど活動に、活動のこと頑張れるんじゃないかなって私は思ってるから、考えずにやるよりは考えた方が全力でできるんじゃないかなって私は思うから、そういう情報で先に聞いてても、いやそういう情報聞いたことがないもん、さすがにちょっとそこまでは分かんないかな。じゃない、まあ、私は本当にそう思ってるから、排水の陣じゃないけど
私はそう思う。背水の陣じゃないけど、そういう考えてる、そうじゃない、だから結局後悔が残らないようにっていうことじゃん。最終的には後悔がやっぱ残らないように活動を頑張るわけだから、だから私はずっと後悔が残らないようにずっと頑張りますよ。メンバーファン以上に卒業させるのがすごいメンバーっているんですよ。いぶきとか特に、なんか人間観察得意だから、私は全くさせない人なんですよね。そうなのってなっちゃうから毎回。おバカだから知らなかったんだけどってなるから。ね、私察するの得意そうだよね。でもない、察せないんだよね。でも逆にさ、自分が察される側の立場になっちゃった時ってさ、どうなんだろうね。例えば自分がさ、卒業を決めて次の日卒業発表しましたって時さ、仕事でいぶきに会っていぶきからさ、なんか、ママ明日卒業発表しないでねって言われて、私はどんな反応しちゃうんだろう。私あんまり顔を隠せないじゃなくて、顔に出ちゃうタイプだから、すぐだから、なんか「どうだろうね」とか言いながら多分顔に出てると思うんだよね。やばいバレたっていうのが。そうね、私はまず人の髪色の変化に気づくことから始めないとね。顔に出そうだから仲良いメンバーはりなちゃんにも言わなそう。絶対言わないと思う。いおりからも言われた前。なんかそういうさ、でもいおりと私はお互いに絶対言おうねって話はしてるんですよ、もし決まったら。でも絶対りなち顔に出るよねって言われた。あと誰だっけ、若菜かな、絶対りな泣くもんって言われた気がする、誰かに。同期若菜かな多分。そう、絶対リナ泣くもんって、なんで教えてくれなかったのって言ったら、だって絶対リナ泣くもん。正解すぎる。特にその時リセット公演だったからさ、リセット公演で最後に引っ越しましたとかさ、結構なんていうの、そういうこう感動の曲とか、そういうなんか仲間との曲とかみたいなあるイメージだったからさ、ノンパラだったらトムより泣いてると思う多分。人間観察しないってわけじゃん。いや別に、なんていうの、全く察せないわけじゃない。例えば体調悪そうだなとかなんとなく察するけど、そのなんていうの、察するより聞きたいタイプ、大丈夫って。なんかこう刺してスンって何かするよりは、大丈夫、何してほしいって聞いて、その言われたことをしたいタイプなの。 HKT 昔みたいにカメラ回さない。そうね、もうカメラ回ってないね、リハとか。コンサートの裏はね、もちろん今でもあるけど、察するって難しいよね。あれ卒業したの大丈夫聞かないでしょ。口内炎が痛い、こっち側のが痛いって、いやこっち側ほぼ治ったんだけど、こっち側が痛い。最後の曲の前、確かにね、
でもタイミング的に私も最後の曲の前がいいな。でも今フェブラリーだもの最後、まあ、不毛じゃないだけけど、不毛で最後終わってたら卒業部どころじゃないしね。髪型である程度そうしちゃうのやめたい。それは良くない、それやめとき。私だってストレートしたい時あるし。今日は口内が痛くて孫になっちゃうことが多い、マジでスンってなっちゃう突然。眠い。泣く声、ね、いや、いいんだよ別に。そんな早いとは思ってないかな。公園に行ってから張りそうで探すの本当はやめたい。そうね、それもやめた方がいいかもね。気持ちは分からんでもないけどね。眠てぇ、めっちゃ眠たい、びっくり。待って、マジだから、そもそも8時だからね、約束は。仕事延びる可能性もあるし、だから空き時間に配信してんの嬉しいでしょ、配信してくれて。マジ眠すぎ。今日も寝てない、なんか寝れなかったんだよ昨日、アドレナリンが出すぎて。こっからご飯いいじゃん。え、私もう20歳越してるよ、こんな時間全然夜じゃないよ。仕事してたか、日曜、え、今日日曜だっけ。全然曜日感覚わかんない。日曜で公園ないっていうのが意外すぎる。ジレ止まってないです、帰りましたよ。あと太陽苦手だから。友達の運転してもらってるから寝れる人、うん寝る、全然寝る。明日みんなお仕事あるのか。私も明日あるよ、お仕事。頑張ろう、お互い。公園の中では今日7期生のお医者、今日普通にみんな撮影してるからです、アイヤの。30分経った、配信始めて。まだ経ってないか、17分とかからだったよね確か。TikTok の中動画、中動画っていかないみたいな。
来たのこいつ。え、そうなの。ジゴロック現場いいな、行きたかったな。でも今日本当撮影がなかったら行ったんだけどな。かゆい。あ、30分以上してる私。あ、本当だ。今40分な感覚だった。かゆいかゆい。近いうちに取りに行ったらいけなそう。マジホームセンの時全部お仕事入ってる。びっくりするぐらい本当にお仕事全部入ってる。困った。夕方で雨。そうだよね、雨これあと降んのかな。夜雨やだよね。トリニータホームで水曜日鹿児島と思う、水曜日しかもあれでした。私公演じゃなかったっけ。20日でしょ多分。それやばいよ。20日だよ。もう全部かぶってる。あとコンサートもかぶってるし。長次郎さん、クマありがとうございますベンチ行きたいよ。サッカー今晩降らない。ほう、4月28日熊本のホームに取りに行ってくる。うわマジ行きたいけど仕事どうなんだろうな。その辺劇場公演行けないオタクみたいだねみんなこういう気持ちなんだね。分かった、みんなの気持ちが。ありがとうありがとう明日か今日また最近ずっと気温下がってない。なんかさ、やっと体温じゃない、ちょっと気温上がってきたと思ってまた下がるの嫌なんだけど。困っちゃう。今日ちょっと寒かった、まあ、雨だったのもあるんじゃない。それも頼むからあったかくなってくれよ。わかる。そう、服装がさ難しいのよ。お昼ぐらいにさ寒いからって思ってさ、なんかちょっと厚手の上着持っていこうと思ったらさちょっとあったかいじゃん。でもさ夜はさ夜でちゃんと寒いからさ。で私は結構さもう寒いの分かってるからちゃんと分厚いの持ってくんですよ。コートやらなんていうのダウンとか。そしたらひじりから絶対バカにされるんですよ。絶対暑いって。とかでも寒いんだよね。毎回ひじりやってる。絶対寒いから、夜絶対寒いから。そう、もはやだって私まだ夜ならマフラーとか欲しいもん。ひじり危機管理がないですから。どっちに合わせてるか分かんないよね。なんかそのお昼だけでお仕事が終わる時とかはもうそのまま早めに家に一回帰ろうみたいになる。早めに帰ってもし外に出る時はまあ上着着ていけばいいかなみたいな。でも夜までお仕事やる時は例えば公園とかね、お昼ぐらいに行ってそっから夜帰る時とかはもう絶対持って行ってる。マフラーってカバンに入れるとかさばるよね。すっごい眠たい。びっくりびっくりびっくり。見てほら、リナの目がどんどんこうやって落ちてくんのよ。この辺が痛すぎる。
ちに連絡、あ、さっきちょっと来たから多分大丈夫じゃないかな。うん、みんな私のご飯そんな気になる大丈夫だって、やめるときはちゃんとやめるからすぐお友達からもう行くよって来たから無理って言って、みんなめっちゃ気になるよねみんなめっちゃ気にしてくれるやん私のご飯。大丈夫、そんな別に友達いないわけじゃないからな、いないっちゃいないけど、いるっちゃいるから、見え張ってるわけじゃないから私だって今日ね、お腹の調子が悪いんだよね、ちょっとお腹痛いんだよ、張ってるというか、でも別にこうなんていうの、どういう痛みかなんか分かんない痛みなんだよね、お腹壊してる感じでもないしっていう謎のちょっとなんか痛いというかなんかうーんって、何食べるのか気になる。ちなみに昨日はひじりと一緒に公園まで焼き鳥食べました。今日は何食べるんだろう、でもまたそんな感じじゃない。個人的には食べたいものは、うーん、クリームパスタ食べたい。ドタキャンされない、なんでそんなさ悲しいこと言うの、ドタキャンされないよ、酒飲んでない、ノンアルのカクテルみたいなの飲んだけどあんま微妙だった。ってかさ、なんかジンジャーエール入ってる、ジンジャーエールとオレンジと何やったっけ、なんかが入ってたの、全然ジンジャーエールの感じがしない、炭酸入ってないの、全然本当にこれ炭酸入ってるって思ったけど言えなかった、うん、眠い、ちょっとみんな助けて、眠たい、びっくりするぐらい眠たいよマジで。今多分私この後配信終わってベッドに寝転んだ、多分無理だよ、もう多分ね2秒ぐらいでね、うんっていくと思う。いやマジでも寝てさ、そのなんかあれなのか申し訳ないか、絶対寝られないけどさ、眠いよねって話。少し前なんか食べた、あ食べた、アイムドーナツ食べた、それこそだからじゃないかな、疲れている上にさらにアイムドーナツ食べたからね、焼き鳥何一番食べるの、砂ずりかハツ、健康診断の結果が再検査、外食を控えてください。渋いの好きな、食感が好き、まあでもハツは味が好きなんだけど、でもハツ食べれるけど私レバー食べれないんだよね、なんか同じようなこうちょっと癖ある系とはいえ、内臓系がさ、なんかでもあんまり私ね、そもそも普通の焼き鳥っていうのは食べたことないかも、あるんだけどなんかあんまりかゆい、昨日お風呂長く浸かりすぎたの、食べてるものだったら、そう食べてるものだけ見ると私お酒めっちゃ飲める人なんだよね、マジ残念すぎる、私だってお酒飲める人になりたかったし、レバーね本当にダメなの、生じゃ食べれなくの、一回食べたことあるんだけど無理だった、昨日ヤクルト1000がコンビニでありすぎてちょっと笑っちゃったもんね、あんだけ一時期なかったのに今逆にこんだけあるのみたいな、レバーなんかダメなんだよねやっぱ、なんで吐いてて、
やだ、吐きたくない、吐けない、体質的に。なんか上っていけない、うって止まっちゃう。うわー眠った、本当に眠った、やばい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 、わー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 、助けてみんな。そっか、バッグになんか物とか詰めればいいんだ。今日は見て、グレールの洋服なんかね、今日ね、ここにさ、今ね直してもらったんだけど、ここがここのさ糸がさ、バッグに絡まってるの気づかなくてさ、バッグポンって置いて引っ込んでいった時にさ、ピーって出てきちゃって、紐が。しかも今日これ初めて来たの、グレールで届いたやつで、マジかーとか思って。でも今日その撮影に衣装さんいたから、衣装さん仲いい、2人仲いいから、ウィーつって泣きついてどうにかしてもらった。内側にこのニットのニットでこのやって結んで、もう一回ちょっと他のところに通して結んでっていうのやって、なんとか応急処置で直してもらった。マジありがとうって感じ。本当に美少さんにみんなすぐ甘えちゃうから、ゲージゲージ。よいしょ、サンプル来月中なんだか、あれまだ送ってきてなかったっけ。ちょっとそれもうサンプルじゃないやんけ。HKT からの、確かにね。そう、これはウィートした別だね。店から1年経たなきゃ、全然セーフじゃない、アウト、ほぼアウト。タンプレ何送ったっけ。そんなことある、嘘やろ、ガチ、それ忘れる。それ送った、送ってんじゃん、ちゃんと、よかった。今日雨だけどね、偏頭痛が意外と起こってないんだ、ありがたいよね。セーフセーフ、たまにはこういう日があってもいいと思う。だからお腹痛いのかな、関係ないか。ゴミ袋の在庫はね、全然大丈夫そうですよ。ボディクリーム塗ったんだけどね、痒いんだよね。
にしても痒い。なちゃん髪短くしないの？うん、しない。だって K4 の5期生みんな短くなっちゃったんだもん。なんか短くしてもなんかあんま目立たないし意味ないかなって感じ。おらないね。胸元、違う胸元が痒いんだって。おっぱいは痒くないの、胸元が痒いの。なんでご当地ガミ袋って動画できました。おめでとうございます。ハンカチ、このシリーズのハンカチが可愛いらしい。これファンの方でもらったんだけど、このなんかこの下に書いてるバイなんたらみたいな、この FEILER、 このなんかブランドみたいなのがなんか最近流行ってるというか、なんか可愛いって有名最近。フェイラーって読むんだっけ、名前で見てたか分かんなくて私。フェイラーなんか最近さ有名じゃない、なんかどこだっけ、どっかのさなんか高級ブランド店、ブランドとさなんか合うみたいなので、ロエベだっけ、なんだっけ、なんかめっちゃこれだっけ、なんか最近流行りというかさ、なんかなかった、まあ、どっかのさ割となんかすごい相性いいって言ってなんかバズってたイメージある。あ、そうなの、これファンの人にもらったんだよ、ありがとうね。じゃあくれた人、そうりな結構情報知らないよこういうのファンの人がもらったとかネットで見たとかそういう情報しか知らない。またこれ水色のこのペンギン私も見たことあるのよ何かで。なんだろうねこれ、マジでなんだろうねこれ。フェイラーのハンカチ学園、え、マジ入れてんの、いくらすんのこれ、怖いんだけど。このハンカチ持っていくの、車見つけた、あ、ほんと、寝ちゃってた、寝るな寝るな。あ、キャラクターコラボが貴重ってことね。調べてみよう、フェイラー。あー確かに自分じゃ買わないわなこの値段の。え、めっちゃ可愛いのあるんだけど、ワンちゃんのやつめっちゃ可愛い、さくらんぼのやつ売り切れてる、めっちゃ可愛いやつ、意外可愛いな結構。ワンちゃんのやつめっちゃ可愛い、待っ
な、ケーキなのかな、これケーキ、ほんとチーカーとかもコラボしてる、おしゃれ、お花、お花のやつ、なんかすごいね、おしゃれ、めちゃくちゃ大人な女って感じ、これ持ってたら。有名な高級ハンカチメーカーだよ。あ、みんなこれでよかったじゃん、ホワイトで。よく考えたらこれでもあれだったね。フェデラーで調べたのテニス選手でも違う違う、私の滑舌が悪かったのかな。フルーツサンドのやつとかあんの、目薬しようかな、1時間経ったらやめようかな、ちょっととりあえず歯磨きしたい、なんかコーヒー飲んだからさ、ちょっと口がなんかもやんってしてる、わかる、みんなこのさ、コーヒー飲むと口の中がもやんってする感じ、嫌じゃない、なんかあれ、フェデラープレゼントされたら困る、そうね、選手だもんね、わかるよね、歯磨きしないとさ、なんかコーヒーとかチョコレートの後でもやんってするよ、口の中嫌なんだよね、だから コーヒー飲むと目が覚めると、ほんと、え、わかんない私、あ、ブラックはならないのかな、やっぱブラックはすっきりしてるからか、歯磨きになった、歯磨き粉の香り前だ、なんだっけ、なんかのやつは私大丈夫やったな、味、去年はマグロの刺身とか自分でさばいて、あ、そうなの、すげえ、マグロってさばけるもんなんだ、コーヒー、そうね、コーヒーの口臭は割と結構ね、だから飲みすぎるともう香っちゃうもんね、体から、コーヒーが、だって水を飲むと口臭になりにくい、へえ、なんでだろう、うがいと同じ原理ってこと、まあちょっと言い方悪いけど、時間経った、わ、ありがとう、じゃあランキング見ます、13位アリトキリキリマイさん、ありがとうございます、12位アタリさん、ありがとうございます、11位ジコジコさん、ありがとうございます、10位アプロさん、ありがとうございます、9位トウチタロウさん、ありがとうございます、8位ただの魚さん、ありがとうございます、7位リリーさん、ありがとうございます、6位シュン君、ありがとうございます、5位エイカさん、ありがとうございます、4位チエさん、ありがとうございます、3位テンテコちゃん、ありがとうございます、2位長寿郎さん、ありがとうございます、1位 TJ さん、ありがとうございます、ありがとうございました、こんなにタレ、じゃあ皆様ちょっとメール送るね、この後、ありがとうございました、バイバーイ。